勝利おめでとうございます。今日の試合初戦でしたが、感想はいかがでしょうか。まあ初戦ということでみんな緊張した中で、しっかり自分たちのプレーができたことはいいと思います。でも点取れるところで取れなかったりしたところはまた課題なので、しっかり今日反省して次の試合に生かしたいと思います。ありがとうございます。次の試合の意気込みをお願いします。はい、春季大会で、豊昇に敗れてしまったので、そのリベンジということで、しっかり対策して、勝利目指して頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。